どうも、じゅんです。今回の動画はですね、自分が5月末だか6月頭に、上げさせていただきました、黒部ルート当選しましたっていう動画があると思います。まあ、ちょっと見てない方も多いと思いますが、黒部川第4発電所っていうですね、黒部ダムの地下にあります、発電所、こちらの見学ツアーに、行ってまいりました。こちらはですね、関西電力主催で、当選した方のみ見学することができるツアーとなっております。6月の頭に行ってきたんですが、その時の、様子をね、少し、ご紹介したいなと思います。で、黒部ルートに関してはですね、動画の撮影が一切禁止されておりまして、まあ、写真、静止画撮っていいよって言われてたんですけど、ですので基本的に静止画でのご紹介になると思います。だからスライドショーみたいな感じで流させていただいて、でナレーションつけてちょっとご紹介をさせていただければいいなと思います。で、結構長くなってしまうと思いますので、まず第1弾は黒部ダム自体のご紹介を少しさせていただきたいなと思います。で、第2弾はですね、やっと黒部ルートに入っていきまして、その黒部ルートで撮影したトンネルの中の様子とかですね、こんなとこ見ましたよっていうような、ご紹介させていただいて、第3弾はですね、翌日にですね、立山黒部アルペンルートの立山駅からですね、長野県の大木沢までですね、全部1本全部利用してですね、次の日帰ってきたんですよ。で、まあその時の、様子は少し動画で撮ったりとか、静止画撮ったりしましたので、そちらまた第3弾でご紹介させていただきたいなと思います。まあ、もしかしたらもうちょっと長くなるかもしれないんですけど、興味のある方はぜひお楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思います。で、おそらく黒部ルートシリーズは連続で上げるんじゃなくてですね、今までの通常のお話動画だったりレビュー動画だったりの間にちょいちょいというという形になると思いますので、そこら辺はご了承いただければなと思います。はい、でまず第1弾ですね、今回は黒部ダムに関してのお話をさせていただきたいなと思います。皆さん、黒部ダムっていうのはどこにあるかご存知でしょうか？黒部ダムはですね、長野県と富山県の、境のあたりにですね、地図で見ると位置している場所にあります。ただ住所的にはですね、富山県になるようなんですが、日本一の高さを誇る186メートル、ございます。アーチ式コンクリートダムですね。アーチ式コンクリートダムっていうのは基本的に大きなダムに向かないっていう、まあ、言われてたりもしたんですけど、まあ、なぜか日本では一番高いダムがアーチ式コンクリートダムになっております。ダムの詳細はですね、ダムのサイト、ダムサイトっていうサイトもあったりとかですね、ウィキペディア見ていただいたりとかですね、見ていただければいいなと思いますが、まあ、アーチ型をしたダムですね、大きいアーチですからすごい迫力があります。黒部ダムはですね、もともと関西電力の電気の不足を補うためにですね、水力発電用として建設されたダムになっております。じゃあ、ここからちょっと画面切り替えまして、スライドショー形式でお話ししていきたいなと思います。はい、じゃあここからはね、ちょっとナレーション形式でいきたいなと思います。これね、2回目録音なんですけど、かなりね、長くなっちゃったんですよ。20分ぐらい喋っちゃってたんで、多分長くなりますんで、飛ばし聞いていただければなと思います。まずこの1枚目の写真はですね、長野県にあります、関電トロリーバスの大木沢駅ですね。大木沢駅の駐車場の写真になります。こちらまではですね、関東圏内の方、長野県にこちらありますから、おそらく大木沢を使う方が多いと思うんですが、ここまでは車で行くことができます。で、駐車料金の方が、このアスファルトの平面駐車場に関しては、上の方が確か1日2000円、下の方が1日1000円となっております。で、泊まりで行かれる方は、下の方に泊めればですね、2日間泊めても2000円ですので、非常にリーズナブルに泊めることができます。で、さらにその下の方に行きますと、無料駐車場っていうのもありまして、こちらね、混雑してるときは下の方に止めたり、道路際に止めて歩かされることもありますので、ぜひね、早めに、もう本当に朝早くぐらい、始発に乗るぐらいの勢いでですね、行った方がいいかなと思います。この時はオフシーズンで平日だったので、朝9時でもう車はこの隣に止まってるクラウン1台しかなかったんですけど、もうこれ放水も始まる前だったんでね、放水始まってる今のシーズンだったり、夏休みシーズン、あと紅葉シーズンはめちゃくちゃ混みますから、かなり早めにね、行かれることをお勧めいたします。下からだと、ずっと上りをね、歩いてこなきゃいけないんですよ。無料駐車場だとね。だからここの方が結構楽だと思いますから、本当にね、早めに行かれた方がいいかなと思います。また、立山黒部アルペンルート、日帰りで行きたいなと思っている方で、黒部ダムより先に行きたいなと思われている方はですね、おそらく村道で引き返してくるぐらいの感じじゃないと帰りも間に合わなくなっちゃうと思うんですよ。電車っていうか最終のバスがね。なので、それも考えるとですね、本当に始発で出発してダム見学して、で、まあ、室堂まで行って、で、室堂の見学が結構 2,3 時間長いとかかりますから、そこでゆっくり見学してまた戻ってくると。そのためにはやっぱり早く着かないといけませんので、そこら辺ね、時間配分をですね、一応気をつけながら行っていただければなと思います。はい、こ
こちらがね、乾電トロリーバスになっております。こちらは完全電化されておりまして、以前はディーゼルのバスが走ってたそうなんですが、環境問題でどのこうのということで現在は完全電化の方をされております。ただ通常の電気自動車と違ってですね、電車と同じように上部に架線の方が貼られておりますので、そこから電力を供給してモーターで走行しているという形になりますね。ただタイヤの方は普通のバスのタイヤですので、レールの上を走るわけではないですから、運転手さんがハンドルを操作して狭いトンネルを走行していくわけですね。ですから結構前の方に乗って運転手さんのそのハンドルさばきを見てるとですね、まあ面白いですよ。まあ、動画撮ったりする方は多分前の方座られた方がいいかなと思ったりもするんですけどね。はい、じゃあ黒部ダムに着きますと、まあ、こんな看板がございます。ようこそ黒部ダムへということで。で、この写真の真ん中下の方ですね、現在地ってちょっと見づらいんですけど書いてあります。で、黒部ダムのよく有名な放水シーンとかはですね、展望台から撮られてる場合が多くてですね、写真向かって右手の方に行きますと、ダムの展望台の方に行くことができます。ただ階段はね、これ登らなきゃいけなくて、約7分間登り続けるわけですね。やっとそこで黒部ダムの展望台に着くことができます。で、そこからまたさらに15分、今度は階段を延々と下るんですけど、まあ、登ったりもしたかな。15分間ずっと階段を歩いてレストハウスに行く形になりますね。で、このレストハウスのあるところがもう黒部ダムの上を歩けるところあたりまで来るわけですよ。なので、もうちゃっちゃとね、黒部ダム見たいなっていう方は、この真ん中の現在地から左手の方に行きますと、約5分間で黒部ダム本体の上に出ることができます。そこら辺もね、時間書いてありますから、時間配分よく考えながら行動していただければなと思います。ぜひね、展望台からの放水シーンなんか最高ですから、スチールもね、動画も含めてぜひぜひ見ていただければなと、いい撮影スポットですからね、ぜひ行っていただければなと思います。こちらが、黒部ダム駅の、駅構内になっております。よーく見てもらうと天井が丸くなっておりまして、まあ、このね、岩盤を削って、このね、トンネルの中に、内装を施してこうやって綺麗な駅になってますけど、これを剥いだら完全もトンネルですからね。トンネルの中に作られてる駅ですね。結構ね、まだこれ朝早かったんで、あの中国人観光客とかも少ないですけど、夕方とかになってくるともうえらい並びますから、すごいですよ。日本じゃないみたいな感じですね。ただまあそれだけね、観光に貢献していただいてるんで、しかもマナーもね、そんな悪い方あんま多くないですよ。ゴミも捨てないし、ちょっとうるさいかなぐらいで、思ったよりね、マナーはいいです。こちら階段ですね。今回はもう直接黒部ダムの方に一度行きましたので、上が黒部ダム駅になりますね。ここから階段を下っていくと黒部ダム本体の方に出ることができます。階段を下りきるとこんな感じでトンネルになってまして、細いトンネル、すごい寒いです、この中。出るとね、えらい暑いんですけど、もう気温差がすごいありますね。十何度とかだったかな、確か。だからあの長袖じゃないとね、寒いですよ、時期によっては。真夏だったらまだね、涼しいかなで済むかもしれないですけどね、服装も十分注意して、春とか秋とかはですね、あの長袖1枚ちゃんと持っていかないと寒いですし、室戸の方まで行くともう 2000m 超えますから、さらにその上に羽織るものも必要になってきますからね。前10月かなんかに行った時はユニクロのなんかウルトラライトダウンでしたっけ、あれを着てったんですけど、もうそれでも寒かったですから気をつけていただければなと思います。トンネルを抜けるとこんな感じで、黒部ダムの方に出ることができます。黒部ダム、標高1454メートルとなっております。ここでですね、記念撮影できるようなスポットになっておりまして、時間帯とか、季節によっては、手持ちのカメラで写真を撮ってくれる方がいらっしゃいますので、ぜひ1枚撮ってみてはいかがでしょうか。これはですね、ゆるキャラですね。マスコット、クロニョンっていうのがね、いました。初めて見たんですけど、自分。ちょっとね、顔が何なんだろう、なんかをこう求めてるのかな。ちょっと不思議な顔してますけど、ゆるキャラが終わりましたね。こちらが石碑になっております。写真右手の方に見えるのがですね、ダム建設中にお亡くなりになられた方ですね。慰霊碑になっておりますね。こちらは先ほどの黒部ダムって書いてあった写真の向かって約左手の方にちょっと入り込んだところにありますので、パッと見ね、わからない方多いかもしれませんが、ダムの立山側から歩いてくると右手に見えますから、行きでも帰りでもいいんで、ぜひ一度足を運んでみていただければなと思います。はい、こちらがですね、先ほどちょっとあまり説明しなかったですけど、乾電トロリーバスのトンネル、乾電トンネルっていうんですけど、このトンネルを掘削するのにもうえらい時間がかかりました。トンネル掘削途中にですね、破砕帯といってですね、岩盤ではなくて大量の水や土砂を含んだすごい柔らかい地盤ですね、に当たってもう1日1メートルも進まないと、そんなような、
ところにぶつかったんですけど、大量のまあ水が噴き出してくるわけですよ。まあ、それをね貫通させたっていうのがね、まあ、すごいんですけど、それは黒部の太陽だったりとか、まあ、プロジェクト X 見ていただければなと思うんですけれどもね。でそこで湧き出た水がここの黒部ダムで飲むことができます。この水はですね、あの展望台でも湧いて出てますから、そちらで飲むこともできますし、黒部の破砕帯といって販売の方もしております。一切手を加えないでその湧き出た水そのままらしいですね。結構美味しいですよ。冷たいし。こちらが黒べこですね。こちらの黒べこ、遊覧船も普段運航しておりまして、ちょっとねオフシーズンは全然もうお客さんいないらしくて全然運航してないことも多いんですけど、遊覧船で黒べこを周遊することもできます。はい、こちらがですね、上の方に、上の方とか真ん中辺に見えますこのコンクリートのなんていうんですかね、要塞みたいなやつ、こちらはダム建設中におそらくクレーンのあれかな、マシーンが置いてあったところだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ダム建設中に使用されていたものの名残ですね。で右下に見えますのが黒部ダムレストハウス、こちらで嵐のね桜井くんとかが食べた、ダムカレーが食べることができます。ぜひね一度お召し上がりいただければと思います。こちらが、黒部ダムの、まあ、上から撮ったね、横の方から撮ったんだったかな、黒部ダムの、まあ、全貌といいますか、やっぱね、展望台から撮るのとはまたね、ちょっと全然迫力が違うんですけど、綺麗な、でもアーチはよくわかりますよね。これが日本最大のアーチ式コンクリートダムになっております。山もねこんな感じで自然豊かな場所でですね、本当に黒部ダムにちょこっと行くだけでも非常に楽しめると思いますので、そこから先にね行くのはまたその次でもいいと思いますしね、非常に気持ちいいとこです。こちらはですね、展望台の下、これ特設会場、右側にね特設会場って書いてありますけど、この中にですね黒部ダム建設についての、ショートムービーだったりとか、写真等が展示してある、特設会場になっております。現在工事中なので、もしかしたらちょっと内容変わっちゃうかもしれないですけどね、一応こういったものもありますね。こちらの写真はですね、まあ、左側に行くと立山室堂方面黒部湖駅って書いてありますけど、黒部ダムの上を歩いて立山方面に行かないと、次の乗り物に乗れないわけですね。だ立山方面に行く方は必ず黒部ダムの上を歩く形になります。で黒部湖駅っていう風に書いてあって、あれ駅が違うじゃんと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、大木沢から関電トロリーバスで来た場合の黒部ダムの駅っていうのは黒部ダム駅なんですよ。その先のですね、黒部ダムからの先、黒部ケーブルカーというのに乗るんですが、それの黒部ダムの駅が黒部湖っていう駅になりますね。こっちがまあ大木沢駅で黒部ダム駅っていう風に書いてありますよね。これはですね動画じゃないんでちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ハサイダーって書いてある上りが見えると思います。これはね先ほど言いました、ハサイ帯の水で作られたサイダーです。まあ普通のサイダーなんですけど、ハサイ帯の水使ってますからね、美味しく感じます。でこんな感じで無料休憩所売店だったり、展望台もですね、展望広場だったり展望台だったりとか、ダムをね見るスペースが結構いろいろありますし、撮影スポットもたくさんありますので、ぜひいろいろね巡っていただければなと思います。ここからがねやっと黒部ルートに入っていくわけですね。先ほどの黒部ダム駅の駅構内の、駅長室のすぐ近くにですね、秘密の扉みたいのがありまして、写真正面の奥の方にあるのが、ここから向こうが駅構内になっております。でこの扉を入ってくると、こういったねなんかトンネルを半分にしたような感じの細い道を歩かされるわけです。で入ってくると、黒部ルート見学会における注意事項ということで、もう完全にここからはねこうやって黒部ルートの見学者だったり、関電の関係者、工事の方々だったりが入ることができる場所になっております。通常の一般公開はされておりませんので、ご注意いただければなと思います。でこんな感じで並んでですね、一人一人、リュックの中身だったりとかをチェックするわけですね。で金属探知機で、全身チェックされてですね、自分はベルトだったり車の鍵だったり携帯だったり、もういろいろ引っかかりましたね。はい、全部出して大丈夫ですってなったんですけど、そこら辺もね空港と同じように気をつけていただければなと思います。でここでヘルメットをかぶってこの先に進んでいくわけですが、ここから先はもう完全、本当にもう掘ったままのトンネルみたいなところ進んでいきますので、電化もされてませんから、通常のねディーゼルバスを使って、一部先まで行きます。ディーゼルかな、これ多分ディーゼル、うん、でついにここから先がですね黒四発電所に、まあ、向かっていくわけです。今回はですね、黒部ダムメインにご紹介ということでしたので、まあ、今回はこんな感じで終わりにしたいなと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、今回は黒部ダムの、ご紹介を簡単にですがさせていただきました。立山黒部アルペンルートはですね、11月末まで営業されておりますので、夏場はね、今現在も放水の方を行っておりますし、興味のある方はぜひ一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。こんな感じでですね、今回は、黒部ルート、まあ、黒部ダムですけどね、のご紹介の方をさせていただきました。自分の動画はですね、こういったお出かけ動画だったりとかですね、パソコン関係、車関係、ドローンとかですね、いろんなことをやっておりますので、ぜひ、一つでも何か興味のあることがありましたら、チャンネル登録、下の方から、していただければありがたく思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい、で次回はですね、ちょっとまた間を空けましてのアップになると思いますが、今度は黒部ルートのご紹介になると思います。黒部ルートもですね、ちょっと写真をメインでご紹介になってしまいますが、写真撮るときもですね、歩きながら撮らなきゃいけないシーンとかも後ろ並んでますんでね、なかなか全部が全部写真撮れなかったんで、あんまりいい写真ちょっとないんですけれども、まあ、少しだけでもね、ご紹介できればいいなと思って、動画作らせていただきますので、また次回もお楽しみにしていただければなと思います。